What's up guys? This is Socha. 皆さん調子どうですか？シーズン2、いよいよ始まりましたね。第1回目はもうこの人しかいないと思います。こちら。中村屋さんですね。この中村屋さんはイタリアンなんですけども、東京スタイルっていう、まあ盛り付けだったり味付けですね。健吾さん、実はこの方ラスベガスではかなりの有名人です。もう日本人社会ではレストラン業界知らない人はいません。そんな方が作る料理、ぜひ見てみたいですね。早速行ってみましょう。ずっと幸せだ。今のメニューの中で3分の1ぐらいは、まあ、日本でお世話になったお店のレシピも使わせていただきます。あなたたちのその商品をアメリカ国内で有名にするからという約束をしまして、トラットリア中村屋のオーナーシェフを務めております、中村健吾です。まあ、友達なんかに聞くと、まあ、イタリア人の作るイタリアンっていうのは、まあ、大雑把だよと、まあ、ただイタリアっていうのは野菜はじめ食材がとにかく美味しい、もう素材の味が全然違うし、まあ、イタリア料理自体っていうのはもう素材重視、素材ともうオリーブオイルとガーリック、もうそれしか使わない、そこにアレンジしたものが日本風の、要はイタリアンだと私は考えてます。なんででしょうね、何か自分に合ってたのか、まあ、若い時にお世話になったのがイタリア料理店が多かったので、まあ、ただ私が一番最初に、調理としてお世話になった店はイタリア料理店だったんですけども、そのままずるずる今もイタリアンをやってます、はい、ラスベガスに初めて来たのが98年、7年ぐらいなんですけど、当時はですね、もうラスベガスが本当に田舎で、もう食文化もなければ、これから日本食レストランが増えると思って、先に日本食レストランを歌舞伎っていう居抜きのお店を買いまして、ちょっとタイミングを見て、やっぱりいつかは、日本のイタリアンっていうものをアメリカで広めたいなと思いまして、タイミングを見て、街の流れとしてはチャイナタウンのエリアっていうのが、まあ、新しいラスベガスの人気スポットだったので、今のロケーションに2011年に中村屋をオープンしました。どこのレストランも最初からうまくいくっていうことはないと思って私も開けてましたので、まあ、ビジネスがちょっと悪くなると、やっぱりスタッフからのいろんな意見が出たりとか、ただ私の中で時間はかかったとしても、まあ、いずれ伝える自信はあったので、まあ、全くぶれずに、まあ、お客様の反応を見ながら多少変えたことはありますけども、大きく変えることは全くなかったですね。今まで私は今でもキッチンにほぼ毎日立っているんですけども、まあ未だにやっぱり帰る前にキッチンまで行って、美味しかったと、アメージング、もうその言葉で明日も頑張ろうと、もうほぼ毎日それの繰り返しですね。やっぱり他の店では食べれないものを出してるということと、日本人が作るイタリアンってこんなにレベルが高いんだっていうことを、それを一番やっぱり感じて帰っていただきたいというのがあります。イタリアンの場合はオリーブオイル、バルサミコ、まあこの辺をどうやってうまく使うかなので、ものによってこれはバルサミコの方がいい、これはもうシンプルにオリーブオイル、もしくはガーリック、もうなるべくゴテゴテしたものをやらず、素材を美味しく食べれることを中心に作ってます。塩コショウは関係ないんですよ。
細かいニンニクを炒めるとかこういう作業がきっちりやってるかやってないかでも全然味が変わるんで、シンプルなものっていうのはものすごく気を使うんです。これはもう基本中の基本なので、このフォールのニンニクをいかに濃厚に焦がさずにオイルに味をつけるか、だからこういうものの方が神経は使います。あまり香辛料を使わないようにしてます。で、香辛料を足してでやっていくと、もちろん美味しいものとか一回食べた時はなんだこの味美味しいなと思うんですけども、馴染みのない味なのでもう一回食べたいとはなかなか思いにくいと思います。なのでうちの店ではなるべくシンプルな味に仕上げようということと、あとはやっぱりなるべく日本の食材をうまくイタリア風にアレンジしようかなと思ってます。うちの場合は例えばトマト系、クリーム系、白ワイン系、和風系、全部麺の硬さを変えてるっていうのが、硬ければいいってものじゃないし、もちろん柔らかいのはダメで、そのソースと麺の種類によって麺の量とソースのバランス、食べる時のバランス、それを全て変えてるので、そこが一番の特徴だと思います。パスタを茹でる時の塩の量、これは多分他店舗よりも多いと思います。そこでしっかり味をつけた上でソースの方にはなるべく塩コショウを抑えめ でそうすることによってまろやかな味のソース、そこがうちのポイントだと思います。まあ、これはうちの生命線のトマトソースですけど、こういうのも香辛料は一切使ってないんで、これはね、トマトはね、イタリア産のものを使ってますね。ピエモンテですね。やっぱりもう甘みと酸味がもうイタリアのトマトっていうのはもうダントツに両方も兼ね備えてるんで、トマトの酸味を逃がさず食べた時に甘みを感じるぐらい、何を使うかでも全然仕上がりが変わるんで、もうどのトマトの缶詰を使うかっていうので、それ一番最初探すとき大変でしたね。やっぱりこういったものとか、あと麺に関してはメイドインイタリアのものをなるべく使ってます。まあ、僕よくみんなに言うんですけど、味の五角形っていうのがあるんで、味の五角形全部がきちっとこういう五角形になるような辛さ、酸味、甘み、そういったものがきちっと五角形になる、何かがこう欠けてるか何かが突出してるっていうのはやっぱりきちんとした商品にはならないんで、見せたがりなんで、逆にねこれがね隠れて中で作るとね、まあ自分もそうですけど他の人間も真剣味がなくなるんで、もう逆に見てくださいと、もうこうやってクックしてるからうちは美味しいんですよっていうのが売りですから、お客さん食べてる姿が見えるっていうのが、まあ、一番安心できますよね、オープンキッチンっていうのは。お願いします。ちょっとこんな感じで、パスタやカルマリ明太、Can you wait down? あ、OK、ありがとう、ありがとうございました。ね、うちのシグニチャーディッシュでうちの売りなんですけれども、ウニのパスタ、もともとは私は日本のウニで作るのが一番おいしいと思ってたんですけども、今はなるべく入るときはサンタバーバラ産、やっぱりアメリカのものを使うようにしているのと、今まで気づかなかったんですけども、日本のウニで作るウニパスタっていうのは、芳醇な味がするんですけども、サンタバーバラのやっぱりグレードの高いウニっていうのはものすごく甘くて、火を入れたこういうパスタ料理に合うっていうことは全く気づかなかったんですけども、
まあここ5、6年前からはもうなるべくウニを切らさないように、365日のうちおそらく330日はうちの店にはサンタバーバラのウニが届くようになってます。ソーチャンネル、はい、お待たせしました。当店自慢のウニのトマトクリームのパスタです。すっごいこれ綺麗だな、わかりますかこれ。どうぞ。綺麗だな。うちのコンセプトが東京スタイルイタリアンなんで、お箸でツルツルっとこうそば感覚で食べてもらいたい。なるほどですね、もう本当の東京の、はい、食べるような、はい、じゃあ楽しみだな。どうぞ。めちゃくちゃうまいですね。ありがとうございます。甘いですね。これはね、ちょっとウニはこだわりがあって、はい、このパスタを作るにはいろんなウニを試したんです。でもちろん日本のウニが一番質はいいんですけども、とにかくサンタバーバラのウニは甘いんです。これはもちろんサンタバーバラ、サンタバーバラの高級。めちゃくちゃなんか、はい、甘いんですよね。甘いですね。これはあの砂糖の甘さとかじゃなくて、いや何もないです、もう天然のウニの、はい、進むな、これやばいな。またクリーミーなんですよね。これなんか後からトマトがちょっと走ってくるんですけど、普通だいたいあのウニのパスタっていうとガーリックオイルか、はい、クリームなんですけど、はい、うちはちょっとトマトソースの、あ、やっぱベースがトマトだから。そうなんです。あ、トマトの風味が、はい、ガツガツいっちゃうやつかもしれない。まあよくお客様から言われるのは、ウニは寿司も刺身も食べれないと、うん、でもこれは食べれるんだ。うん、あうまい、うんと幸せだ。完食です。あのラスベガスでもパスタ食べれるところっていっぱいもちろんあるし、で僕もニューヨーク行ったりとかカリフォルニア行ったりも、やっぱりあの本場のねイタリア人が作るパスタっていうのももちろん美味しいんですけど、やっぱりこういう東京スタイルで、味付け、あと盛り、あのちょっとね上にプッて盛り上げるところとか、これってあのやっぱ日本の伝統だと思うんで、そういう味につけも味、盛り付けにしても食べれるのってやっぱあのラスベガスでここだけじゃないかなって僕思ってます。本当に美味しかった、ありがとうございました。私一つ、約束事がありまして、今のメニューの中で、まあ、半分以上は私のオリジナルのメニューなんですけれども、3分の1ぐらいは、まあ、日本でお世話になったお店のレシピも使わせていただきます。その方たちにそのレシピを送ってくれと、その代わりにあなたたちのその商品をアメリカ国内で有名にするからという約束をしまして、イタリア人がやってる、アメリカ人がやってるレストランでもちょっとパクられるような商品になってますので、まあ約束は果たしたかなと。中村屋に関して協力をいただいた方たちのためにも負けるわけにはいかないので、これからも頑張っていきたいと思います。トラットリア中村屋とは私の人生であり魂です。
Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. See you next time.